おはようございますユニコーンファームがお送りするスタートアップ1年生の教室へようこそフリーーアナウンサーの林理瀬ですこの番組はスタートアップ企業を考えている人や転職を考えている人新規事業に関わる人に向けて企業に必要なスタートアップの基礎的知見をお伝えしていきます。 さて、今日も企業の科学の著者であり、ユニコーンファーム代表の田所さんとお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、皆様、おはようございます。よろしくお願いします。じゃ、今日のテーマなんですけれども。企業家の O. S. ステージごとのアップデート方法。はい。ババンと、ね、いろいろごちゃごちゃ、<laughs> あの、出ていますけれど。結構ある。はい。 それで言うとあれですか、対人スキルっていうのも結構似たようなアップデートですかね。そうですね。対人スキルってやっぱり投資家とか初期メンバーっていうのは当然そのまだまだちっちゃい中で、初期メンバーにビジョンをこうどん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 売っていく力だと思うんですけども、特にやっぱりシリーズ A とかになっていくと、まあ何、10億円とかね、何億円調達しましたときに、大体その8割ぐらいが採用に使うんですよね。<laughs> で、いや、今って採用環境めちゃめちゃ、 厳しいというか優秀な人の奪い合い、うん、取り合いになっているので、うん、例えば目の前にすごい優秀な A さんがいたときにこの A さんは絶対 A 社 B 社し他の会社も絶対検討してないんですよ他の会社絶対欲しいと思ってい、ねうんで,ね、で、その,の A さんに対してどうやって魅力を伝えていくのかってことがめちゃめちゃ大事なんですよねそうか採用候補者に魅力を伝える、はい、採用候補者っていうのが意外と皆さんこうプレゼンするときとか というと、投資家向けにピッチするみたいな話を聞くと思うんですけど、で一番大事なピッチ機会というのがもう一つあって、これは僕は優秀な採用候補者に最後の5分でアトラクトするっていうんですけども、自分の会社こんなことやるときに、ね、君もこのバス乗りませんかうん、うん、っていうことを口説くスキルなんですよね。なんで、ここは非常に大事なのかなと。これは難しいですね。はい、そののスキルっていうのううん、は分解すするると色々あるととあ思うんですけど、うんうん、端的に言うと 採用候補者を口説くスキルっていうのは。採用候補者もそうですし、あとは、その、そこで、いろいろ、アライアンスパートナーというか、まあ、いろいろ、こう、協業する人もそうですし。あの、まあ、この頃で言ったら、そうですね、最初の頃って、本当、投資家と、なんかそ、その、共同創業者みたいな。感じだけ、良かったんですけども、まあ、いろんなところに、こう、伝えていくことですよね。ああ<ー>。<laughs> ってことが大事なのかな。と思います伝える相手が広がる。伝える相手が広がるので、それに合わせて、ちゃんとチューニングしていくというか。 まあ、結構最近はどういうのか、政府関係者に対するどう伝えるかもありますし、あとはそのメディアですね、メディアからインタビューを受けたりとかでもどういうふうに対応していくかもありますし、いろんなそのタイプがあると思うんで、そこに対してやっぱ対人的に見つけるのが大事かなと思ってますそれは人によってかなり、こういう人だったらこう、こういう,ふう人だったらこういうふうに伝える、<laughs> 使い分けてるものなんですか、企業家の皆さん。 そう、うまい人は使い分けてますよね。あ<ー>まあ、一貫してるところはあるんですけども、相手が聞きたいこと、相手が来た文脈っていうのは、<ー>ね、別にその採用候補者っていうのは、別当然なんか自分の処遇とか給料とか気になるとか、うん、どんな風に期待されてるのかっていうのがやっぱり期待が来たいわけなんですけど、うん、あのそ、そういうところに相手に興味を合わせてやっぱりやってますして、投資家だっ当然どれが成長するのかみたいなところが気になってますし、うん、メディアだったら当然その、な,なんでこの今、文脈でこれが、 このプロダクトであったりサービスというのが世の中に浸透していくのかみたいな、うん、<laughs> 観点ですし、相手の文脈をやっぱりこう分かるのはすごい大事かなと思ってます。なるほど、まあ。そういった意味で、その対人スキルの表意というのはやっぱりこう傾聴スキルといって、ちゃんとその相,相手をこうアクティブにこう聞いていくスキルが大事かなと思ってます。やっぱり常にこう学習する姿勢っていうのはすごい大事かなと思ってて、うん、これはまあ言わずもがなかもしれないんですけども、あの、やっぱり 年間当時で何倍、2倍、3倍、3倍、5倍みたいな感じで、まあ、組織成長したときに、あの、スタートアップの成長に対して、自分たちの成長が追いつかない場合があるんですね。うん、そ,それでもやっぱり、つい学習というか、していく姿勢が大事なのかなと思ってます。うん、あと、人間味っていうののアップデートっていうのはい、はいはい、どういうことなのかなって思ったんですけど、はいはい、あそうですね、これ、ハイタッチとか書いてますけども、<laughs> 人間味っていうのが、えっとですね、 まあ、最初の頃っていうのが、まあ、ユーザーと向かい合ってですね、まあ、インサイト、共感して、こう、インサイトを深掘っていくというのが大事し、何かがやっぱり企業の着想の時って、自分はやっぱりそれに対して共感してることだと思うんですよ。なんで、その顧客と向かい合って、顧客の洞察、なんか深い欲求みたいなことを言語化していくことができるかどうか、これインタビュースキルと表裏一体なんですけど、大事なのかなと思ってます。で、 そこからですね、あの、まあ、プロダクトを作るっていうことは、つまりどういうことかっていうと、プロダクト側がその顧客に対応するってことだと思うんですよ。で、あの、ね、どん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 そのもう完成されたプロダクトになてってきたら、いわゆるこうテックタッチといって、もう完全にテクノロジーがインターフェースというか、テクノロジーが対応する感じになると思うんですね。例えば、Airbnb ってもう上場してめちゃでかいんですけど、Airbnb のウェブサイトといったら基本的にもう全部、 あの、サイトで自動的に対応してくれるんですね。例えば、ブッキングしましたって言ったら、はい、もう予,予定がバーって入っていって、た取れましたね。自動でメールが来るんですよ。うん、でも初期の頃って、そのハイタッチと言ってですね、うん、ハイタッチどういうこと、うん、ヒューマンタッチって意味で、<ー>エアビーも最初の1年とか言って予約入れたって言ったら、<ー> <laughs> 自動でなんか調節じゃなくて、裏側にこう人がいてですね、あ、予約入ったと思ったら、そこでなんかホストが今電話しとか、メール送ってですね、こんな人がこんなに来たいんですけど、こうコンシェージュ的につな繋いでったんですよ。へ<ー>だって最初ってそういうふうに自動化するリソースもないですし、逆にこう自動化してしまうと、なんかこう、外から見てよくわかる。ブラックボックス化しちゃうんですね。なんで、なるほど,どこにその、 かかかボトルネック課題あるかと分かりにくいんですよねでもそこの部分を切り分けながらでも徐々に徐々にその、ね、プロダクト側にしていかないとめちゃめちゃリソースかかっちゃうんでそこのハイタッチの部分とテックタッチヒューマンタッチの部分とハイタッチの部分を混ぜながらも徐々に徐々にそのヒューマンタッチの部分を減らしていくというところが大事かなと思ってますへえ<ー>、はい、そこのバランス感覚を持てるかっていうの大事なんですねはい。 ipmf したらあれですすねメンバーに対するそうですね、ちょっとこちら顧客側の話だったんですけど、うん、まあこれがまさにその先ほどのコミュニケーションの能力って表裏一体かもしれないんですけども、うん、結局、その、まあ、優秀な人をどんだけ取れるかっていうことがシリーズへの戦いになってくるんですけども、うん、シリーズへ以降の戦いになるんですけども。うん 結局、その働いてる意味みたいなこと、まあ、優秀な人になればなるほど、何ていうんですかね、処遇は当然あるんですけども、それよりも、このスタートアップで働いてる意味ですよね。っていうところとか、自分に対する期待みたいなところっていうのが、大事になってくるので、そこの部分をちゃんとこう言語化していくみたいなことが大事なのかなと。あと、この決断力と集中力っていうのは、あれですか、はい、その どこのフェーズかによってどこに集中するか、うん、どこで決断するかあそうですねこれ集中力っていうのが、うん、自分自身とか起業家の僕はマインドシェアといってまあマインドシェアって1 2時間しかないですよね。あとその中でもどこに自分がマインドを使っているのか自分のなんか注意を向けてるのかっていうところなんですよ。初期の頃ってなんか よくあるあるなんですけどもやたらなんかこういろんなイベントとか行ってなんかネットワーキングしてますっていう人が多いんですけど、うん、そんなことよりもいやなんかそれはまあ別に悪くないんですけど、うん、1>, 1日で使える時間箇所分時間と箇所分ない前に限られるので、うんでそんなことよりもひたすらやっぱり顧客にインタビューしてプロダクトのフィードバックをし続けることが大事なんですよでその集中力は初期はめちゃめちゃ大事でまあ初,初期 でやっぱりそのスピードが大事なんですよね。うん、それをせずになんかイベント行ったりとか、なんかねなんか飲み会行ったりとか、なんかネットワークだとか言ってるんですけども、だからそういうなんか自分の承認欲求を満たすために時間とか使ってる意味ないのかなと思ってます。なのでこの集中力が非常に大事ですね。その集中するところがどん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 変わっていくわけですね。はい、でそこでお客さん話すことから次はやっぱりプロダクトマーケットビットって言って、 いろんなお客さん、例えば増えてくると思うんですけど、辞めかかってるお客さん、ハマってるお客さん、まあ、初期のお客さん、いろんなお客さんいるんですけど、うん、そこに対してちゃんとこう向かい合ってですね、まあ、インタビューするのもいいですし、まあ、なんかいろいろ、なんか、なんですかね、定量的に情報を取っていって、どういうふうにしたらよりプラクトを使ってくれるのか、ハマるのかってことに集中力かどうか。 っていうことですね、はい、<laughs> なるほどなるほど、うん、で最後は、まあ、仕組み化に集中して,てうそうですねそこが見えてきたらようやくこう仕組み化とかネットワーキング的なところまあ採用とかだとまあイベント行ってねこういろいろじ自分のやってる事業とか伝えるみたいなことも有効になるのかなと思うんですね、うんはい、でもね結構この集中力っていうのは一番結構この中で大事で一番のリソースって起業家の時間なんですよ最初って何もないんで、うん 企業家の24時間の時間しか、そのリソースがないんですよね。<laughs> <に>その中でも、この24時間の時間を、なんかも、あたかも、その、スケールした、なんか一般企業みたいな使い方やってて、なんかね、全部のメールに対応したりとか、全部に対して問い合わせやったりとか、そういうことじゃなくて、初期にズボッとまるユーザーだけにフォーカスするとか、そこはやっぱりすごい大事なのかなと思ってます。えー あとあの決断力のプレシードの時はピボットできるかどうかっていうのが大事っていうのが意外でしたけどそうですねまあこの頃って結構その朝礼誤会じゃないんですけどもやっていく中であの僕ダメだと思ったらやっぱスパッと切って撤退していくのが大事なのかなと思うんですよね。なんでなんかこうあんまりこう固執しないというか。うん っていうのが大事かなと。ただ、うんうん、これもなかなか難しくて、うんうん、なんかワンセグメントでこの課題だけでやってたら、結構それがいつまで経っても、なんかピ、なんかね、課題が健在化しなくても、なんかずっとやりすぎちゃう場があるんですよ。うん、だから僕が言ってるのは結構決断するには二股戦略って言い方してて、うん、A セグメント、B セグメントって置いちゃうんですよね。まだスタートアップはそもそも、まだ顧客課題が健在化しなかったりとか、誰もまだ対応しない課題やるわけなんで、うん、一つのセグメントだけやったら、 これをうまくいくかわかんないですよ。でも、二つやると、なんか絶対どうなんですよ。あ、こっちが伸びてきて、こっちあんま伸びい、そしたらもうこっちピシャっていっちゃうんですよね。<laughs> なんで、その決断力としてはそういう、その、まあこれね、学習する姿勢ともあるかもしれないですけど、はい、学習するには相対的学習であると思ってて、うん 絶対学習だとわかんないですよ。これだけだ、これなんだって、もうひたすら頑張り続けるになっちゃうんですけど、どでも、二つやると、なんか相対学習できるんでい、いけたりするんですよね。なんで、うまくいってる企業家は、これが結構無意識で,できたりします。へえ、ー、はい、なるほど。うん、でそこがまさに PDCA の C がやっぱできないんですよね。PDCA って言うと、プランドゥチェックなんですけど、一、はい、個だけだったら、なんかうまくいっるかどうかはチェックできないんですよ。うん でもう2つあったりが三3つたまに見渡戦略もあるんですけどやると、はい、PDCA が回るかなと思ってます。なるほど、はい、あと最後のセルフアウェアネス、はい、ここれはどういういとですかあそうですねセルフアウェアネスっていうのは、まあ、自分をこう客観的に見る力かなと思っててまさに今回ね解説している思考の部分っていうのをこういう言語化して自分ができてるかどうかとチェックするってことなんですけど、まあ、これ自身がまさに起業家の あの、自己認識を高めるっていうところなんですけど、うん、あの、これやっぱり常に見ていくことかなと思ってます。で、あの、まあ、最初はセルフアメリンスって言ったときに、まあ、事業をやるときに、やっぱり、w h イミーって言うんですけども、なんでやるべきかみたいな、あの、自分がやる意義ですよね。うん、ってことでやっぱ言語ができるとかっていうのが大事かなと思ってるのは、やっぱ最初って武器ないんですよ。武器が、人物金って武器がないんですけど、何が一番武器かっていうと、まあ、自分自身のストーリーとか思いですよね。うん っていうののがあるのでそこの部分をきちんと言語化してあのて他人だかどうかっていうところですで次がちょっとね、プレマチュアスケーリング、あんまり気になないセリフかもしれないんですけど、はい、これ、時期早始の拡大っていうふうに日本語が訳できるんですけど、はい、言ってみたら、なんかその、この頃になると、まあ、人も徐々に徐々に増えていくんですけども、起用家が死ぬ一番の理由っていうのが、このプレマチュアスケーリングといって、時期早始の拡大なんですね。えー そうなんですか、うん、端的にいうとうまいラーメンができる前にラーメンフランチャイズ化しちゃうとかそ<ー>、うん、そう確かにそうかそかなんかバケツの中開いてるけど水を入れちゃう問題があ,はい、はい、あるんですよねあのスタートアップはお金がありすぎて知らないとお金がなくなってしまうんですけど <laughs> お金が一番減るのは固定費で固定費なんで発生すると,いと人を増えすぎちゃうんですよ。はい、<う>なるほどでな,なんかその勘違いしちゃうとセルフアウェイは自,自己客観的に勘違いしちゃうとこれはいけてるのだ っていうなんか、競栄、うん、の仕様を信じちゃうけど、なんか、インスタで1万人にあの10万人フォローあいて、5000人この自分のなんか化粧を入れました。これでいけるんで、じゃあセールスを10人雇いますって言うじゃないですか。うん、でも、蓋上開けてみたら5000人中10人しか継続しませんって言ったら、 そもそもセールスの人たちがあぶれちゃいますよね。いや、はい、セールスなんかよりもちゃんとその、いかにして5000人の人たちが次4000人買ってるかどうかのプロダクトに返す、収録、うん、すべきだったんですけど、うん、5000人売れるんじゃ、もうだ、なんで、インスタグラマーを20万人増やしたら絶対1万人増える、絶買ってくれるのだ、みたいな感じで考えちゃうんですよ。うん、で、そういうふうに、これはだからセールフアウェイですと、こう、誠実さって僕はすごい興味ってい部分だと思っていて、はい、ちゃんとその、心身向き合えるかどうかなんですよね。 なんかそのファクト向き合かかどうかなんですよ本当になんか自分が介在しなくてもあのちゃんとこう仕組みとして動,動きそうかどうかお客さんがっていうところを見ないとあのどん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 その見栄とかだけで人を雇っちゃったりとかしちゃってそれであのコストが上がって死んでしまうケースが非常に多いと。<laughs> 基本的にはっぱスタートアップが潰れるのはコストが上がってバーンレートがあってそれ閉じちゃうの。 ほとんどなんですけど、うん、ほとんどがなんでかっていうとそれはそうなんですプレマッチアスケールと言って雇いすぎちゃってるんですよああなるほど。でシリーズ A になると企業家から経営者になっていくって、ね。そうですね。あの PIMF したって言ったらだからえだかばシードからシリーズってすごい大きなジャンプなんですよね。うん、まさにその記憶から経営者 になろうとするかどうかすごい大事で、徐々に徐々にその自分がプレイヤーやってたこと、だからシードバーナープレイヤーでいいんですよ、はっきり言って。ね、プレイヤーでいいんですよ。そこからプレイングマネージャーでマネージャーになっていくっていうところなんですけど、あの、な、なので、よくある起業家ではもう自分はもうマネジメント無理っする、人をもう管理できないですって言ってる人はそ、それはもうね、起業家僕は失格だと思ってて、あの、結局、起業することが目的じゃなくて、その後、 プロダクトを使って市場を作って産業を作ることが僕は教科のミッションだと思うんですよ。はい。それをするには、結局その、なんか周りの10人だけに出してるプロダクトをやったりっていう話だったら、自分でなんかね、バーやったりとか、スナックやったりとか、カフェやったりって話で、周りだけを幸せにした。僕はそれは別にそう、そういうビジネスも素晴らしいと思うんですよね。うん、スタートアップってまさにこうスタートしてアップするってことなんで、うん ね、あの自分がいわゆる介在しなくても、まあ、いろんな人を使って仕組みとしてあの事業を作っていくってことなのでそれまさにこう経営者になれるかどうかって覚悟ですよね。はい、ありがとうございます、はい、っていうことで本日は起業家の OS、はい、ステージごとのアップデート方法を、はい、細かくじっくり解説いたただきました <laughs>、はい、改めてその起業家の成長を。うん まあ、大変だなっていうのが。あまあまあ、これ、一気見,見ると大変なんですけど、まあでもなんか、それを楽しめるかどうかだと思うんですよね。はあ、うん、なるほど。まあなんか、ねず、ずっと、まあこういうふうに根詰めゃうあれですけど、まあでもた、楽しいと思いますよ。やっぱり自分の事業成長していくの楽しいですし、うん、人とコミュニケーションするの楽しいですし、うんうん、ユーザーのことが好きだったら、共感的だったらユーザーと話す楽しいですし、やっぱりその、た楽しくないとつなんか続かないのかなと思うんで。うん のにもです、ね、田所さんに聞きたいこと質問を募集しています。